はい、どうもダルです。さて今回はですね、まあですね、サムネイルに大きくマッシュブが映ってると思うんですけど、マッシュブは関係がございます。大いに関係してきます。というのもですね、まあ今週末からですね、ザ・ランページ from EXILE TRIBE ライブツアー2023-16がね、あの静岡でですね開幕されると思うんですけども、まあそれに伴いましてと言いますか、まあ今回ですね、まあランページがやっぱこう注目度が高いと、今めちゃめちゃ勢いがすごくて注目されている、そんな中で初めてランページのライブに行くよとかね、ちょっとね、まあ見に行ってみるよっていう方いらっしゃると思います。でですね、まあランページ最近知って、まあね、あのライブに足を運ぶだったり、まあ昔から知ってて初めて足を運ぶとか、まあもちろんですね、まあもう常にランページのライブ行ってますとか、いろいろまあたくさんの方がいらっしゃると思うんですね。そんな中でまあ楽しみ方というかね、この曲を抑えてたら楽しめるんじゃないのというか、まあ瀬戸利予想も含めてなんですけども、まあね、あの普段のライブ行ってたら、まあもちろんね、まああの曲やって、あの曲絶対やるだろうとか、いろいろあると思うんですよ。あんな構成があってとか、まあいろいろあると思うんですけれどもですね、まあいろいろ予想をしつつも、まあこの曲は絶対外せないから押さえといてね、いわゆる予習ポイントをこの動画でね、まとめていきたいなと思います。だからこそマッシブはね、大きく関係してて、マッシブを押していきたいと、僕は皆様に押していきたいと思っているので、まあそういった話も含めてですね、ちょっとね、喋っていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では、本編へ、ゴー!はい、ということでですね、まあライブに向けて、ランページのライブに向けて予習をしていこう。ね、ここ大事だよ、押さえといてね。まあ、テストに出るよ絶対みたいな、そんな感じのね話をしていきたいなと思います。でですね、まあ、今回ねライブ16なんですけども、まずね、まあ、瀬戸利予想的なって楽曲予想なんかをしていきたいなと思いますけども、まずもう予想とかの前に断言できるものは、もうこれは絶対だからっていうところはあるとして、あるんですよ、もうあるとしてというかあるんですよ。絶対まず押さえておかなきゃいけないポイントとして、まず今回のライブ16なので、まあもちろん絶対そうですよね、16ブースターズ、ニューシングル16ブースターズは押さえておいてください。というわけなので、まあ16ブースターズとバイオニックね、この2曲は押さえておく。そしてその前に出たアルバムラウンド&ラウンド、これも押さえておいてください。これまだね、どこのライブでもやってないのでね、これ絶対押さえておくこと、ノーグラビティ。そして、まあ新曲系ですよね。まあ、てかアルバムに入ってる曲が絶対出てくるだろうと思っておいてください。ノーグラビティ、ザ・パワー、ね、スラムダウン、フォール・バタフライ、ストレートアップ、ラウンドアップ、そしてロールアップ、つなげ絆、ラブ・ウィル・ファインド・アウェイ、チェンジ・マイ・ライフ、君を思う、始まりの歌。もうこのね、12曲系、まあ、いわゆるまあ、シングルも合わせて14曲は絶対構成として入ってくるので押さえておいてください。もうこれも必聴でございます。で、まあ特にロールアップとかバイオニックとかね、めちゃめちゃ盛り上がる楽曲なんで、これはもうね、あのカップリングだろうがなんだろうが絶対聴いておいてください。なおかつですね、事前にですね、ランページの方からアナウンスがありましたけども、オンリーワンという楽曲ですねが披露されると。で、皆さん覚えておいてください、一緒に声出して歌いましょう的なノリでね、あの書いてありました。で、これがですね、最初の2018年のアルバム The Rampage というね、アルバムの中に入っている楽曲なんですね、 Only One という楽曲が。で、これからですね、推察されるのが、考えられるのがですね、かなり Rampage の昔の楽曲、いわゆる Rampage の初期を支えてくれた楽曲っていうのもすごいね、あの出てくると思うんですね。で、今回のこのラウンド&ラウンドもそうですけども、アルバムね、で、まあツアーのあの、まあ何、意気込み的なコメントからもそうですけど、原点回帰というものがすごいね示唆されると思うんですね。うん、なのでザ・ランページというアルバムもかなり大事になってくるのかななんていうふうには思っております。で、ザ・ランページに入っている楽曲っていうのが、まあ、ライトニング、ラフィエスタ、ファンダンゴ、ハードヒット、100ディグリーズ、ノッキングノッキング、ニュージャックスイング、スワッグイットアウト、フロンティアーズ、ゴーンダ・ランページ、ダーティーディスコ、ドリームイエール、キャンツセイグッバイ、オーバー、エレベーション、で、タイフーンアイ、ドリームオン、ブレイキングアイス、シャングリラ、オンリーワンというね、まあ、こんな ラインナップになっているんですよ、ザ・ランページっていうね、アルバムが。で、この中で言うと、まずね、まあ、ライトニング、もうデビュー曲ですからね、ライトニング、そしてラフィエスタ、
もうここら辺はね、多分十中八九だろうなと思ってます。ザ・ランページのねアルバムからねオンリーワンが出てるということだね。であとは100ディグリーズも代表曲みたいなもんです。ランページのね100ディグリーズ、まあ、ニュージャックスイング見てみたい、あとフロンティアーズも見てみたいなというところあったりもするんですけども、まあ、それよりもゴーンダランページ、これはね、やるでしょう、十中八九。俺やると思ってるよ、あのゴーンダランページ。武者修行を支えたね、あの楽曲ではありますから。で、あとはね、Can't Say Goodbye と Elevation、The Typhoon Eye も、ここはね、あのライブってなったら、ランペのライブってなったら、もう必須項目でございますので、はい。で、あとは、まあオンリーワンは出るじゃない、あとドリームオンとかもね、あのいいんですけど、あとダーティーディスコね、これもね外せないかな、ランペのライブだと。で、まあそっからですよね、そっからまあ最新系になってくるとどうなんだろうね、まあ、レイオブライトから来るのかな、どうなんだろう、あー分かんないね。でもパフォーマンス DNA とかはねダンサーコーナーであると思うんですよ。まあ、でもここら辺押さえていくとかなりのねボリュームにもうなってるんですよね、曲数的にも。で、まあね、ザ・ライオットから、まあ分からない、アルバムザ・ライオットからスロー・ヤ・フィストとか来ると、まあウェルカム・トゥ・パラダイスは絶対来るね、これは来るだろう、うん、ウェルカム・トゥ・パラダイス、あとスワッグ・エンド・プライドとかもね来るかなと思います。もうここら辺はね、もうランペのライブといえばというところなので、まあもうね外せないかななんて思う。あとマイプレね、マイプレも外せない、マイプレイヤーね、マイプレイヤーも外せないね。それで言うと、まあこの辺だよね、今挙げた楽曲とかを聴いている、だから、だからもうマイプレイとスワッグ・エンド・プライドと、ウェルカム・トゥ・パラダイス、ここら辺の楽曲として人気があるやつと、あとはアルバムザ・ランページ、あとはラウンド&ラウンド、そしてニューシングル16ブースターズ、ここさえ押さえとけばライブ16は絶対楽しめると、まずねランページだけで言うと楽しめるかなと思います。でですよ、でここからがねもう本題なんですけど、皆さんね絶対ね、あのライブ行く時にもう押さえてないといけないのがマッシブザランページ、これも絶対押さえといて、あのねランペ好きになってマッシブザランページ知らない、これね多分たくさんいらっしゃると思います。あのライブ行ってマッシブ知らなかったってなったら、マッシブコーナー絶対楽しめなくなるんですよ。でマッシブコーナーは核であります、もう 100% いや 1000% でマッシブコーナーは絶対あるんで押さえておいてください。で、じゃあ一体何の曲を押さえといたらいいのってことなんですけど、まあ僕がね今からね、あの全力でご紹介させていただきます、マッシブですね、マッシブの、楽曲、絶対ね、これ出るよ。まずマッシブですね、新曲の公開っていうのが控えてて、確かあの夢は夢のままでとか、あとはですね、何だったっけな、名前が出てこない、名前がちょっと調べていいですか、名前が出てこないので、ですね必ずですね、新曲たちは絶対ライブに合わせてね、発売リリースされるので必ず出てきます。夢は夢のままでとかだった気がするんだけど、ちょっと遡るね、ちょっと待ってね、ツイッターをぐんぐん遡っていきましょうか。どこか、あった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 、そうだね、まず1曲目夢は夢のままで、そして On My Way、 この2曲がですね配信されるんですよ。近々ね5月26とかその辺だったと思うんですけども、まあ、ちょうどツアー前にね配信されるんで、まあ、この2曲はまず しっかりと聴いといてください。新曲ね、マッシブの新曲夢は夢のままでと On My Way、 この2つで、まあまあまあ、あとはリットとかねあるかなと思うんですよ。まあだからリットナンバーワン、ライドオアダイぐらいからやるとすれば、そんなね曲数やることはないと思うので、うん、なのしっとり系はね、夢は夢のままでとかはね多分しっとり系なのかなと思ってるので、ちょっとね聞いた感じ少し聞けたんでね、映像に載ってたんで、だからまあ、オンマイウェイも割とヒップホップ色強い曲になるので、オンマイウェイ、あとは夢は夢のままで、で、あとはリット。
まあ、リットがねトップで来るのかななんて思ったら、ナンバーワンリットライド話題のこの3曲のうちどれかが披露されるのかな。だから3曲だと思うのね、俺は予想としては。でもまあライド話題ナンバーワンリット聞いといて、新曲の夢は夢のままでとお前は聞いとけばなんとかなるんじゃないかななんて思ってます。でもマッシブね、全曲割とそんな、まあ曲数は少ない、多くはないので決して、なので、まあ、全部ねマッシブの楽曲は聴いて臨むっていうぐらいのテンション感でもいいのかなと思います。損はね絶対しないのでいいのかななんていうふうには思います。でマッシブがね本当に最近やっぱフィーチャーされてきてて、まあね僕のね YouTube のコミュニティには投稿しましたけども、全国のねローソンで24カラッツブランドですよね、あの LDH が手掛ける、 EXILE トライブが手掛けるブランド24カラッツと、マッシブがねコラボレーションしたアイテムがねローソンで発売されたりとか、あとはねバーティカルガレージで今週末ですよね、26日から27とかだったかな、27か土曜日からですね、あのアイテムマッシブのねコラボレーションアイテムが発売されたりとね、最近こうマッシブの活動っていうのもね激化していく、これからね注目されていくグループになると思うので、僕もねユニットになると思うので、よかったら皆さんぜひともねマッシブもねしっかりとチェックしていただけたらななんて思っているわけなんですよね。僕もね結構マッシブは生でパフォーマンス見たことありますよ、ライブ SDD でね見たんですけども、かなりねやっぱねマッシブ震えますね、マジで楽しいです。マッシブが出てくるともうガラッと色が変わってもうね最高なんで、特にライド話題なんてねぶち上げマンソングなんで、マジでね本当にライブ映えするグループだなと思ってます本当に。うん、だからね本当にアイテムもね僕ねやっぱ買おうかなと思ってるんですよね、24カラットのコラボね、また今週末ねバーティカルガレージに行かなきゃななんて思っているわけなんですけども、皆さんぜひともですねしっかりとライブまでにですねいろんな楽曲聴いておいてください。特にね今回のラベージは原点回帰と歌ってますので、初期のね本当にランページのねいわゆる結構ねランページってもともとラテン系の楽曲を歌ってたグループであるので、そういったね楽曲もあるのでめちゃめちゃねすごいいいんですよ、世界観がいいので、よかったらね最近ランページを好きになった方もですね昔の曲っていうのを掘り下げて聴いてみてもいいかなと思います。というわけでですね皆様ライブに行かれる方、静岡ねまずはね初日楽しんでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。以上、ダレッシュ、またね、バイバイ。